こんにちは。英語のコーチのすすむです。動画を見ていただいてありがとうございます。今回は英会話でよく使う動詞をプットを使って紹介をしていこうと思います。で、このプットのイメージなんですけど、日本語に直訳すると置くっていうイメージですよね。ただ、このプットを、例えばただ単にこう物を置くっていうイメージだけじゃなくて、こう状態を、ある程度こういうふうに持っていくっていうイメージで捉えていただければ、こうプットを、いちいちですね、なんかこう熟語のように丸覚えをするよりも、こう何ですかね、プットという動詞はこういうものだっていうふうに関連付けて覚えていただければ、割とイメージがしやすくなると思います。で、いつも通り例文を挙げて、それに対して訳をつけていくっていう形を、取ろうと思います。まず1番目です。まず1番目が、This is important. I have to put this down. です。で、これが、プットが、プットダウンが、熟語となって、書き留めるという意味になります。で、日本語訳をつけておくと、これは重要だ。で、I have to put this down。 この部分が、これは、書き留める必要がある。書き留めなければならないっていう日本語訳になります。これが put down ですね。で、2番目に行くと、It's difficult for me. Can you put it another way? です。で、日本語訳をつけておくと、私にとって難しいと。で、他の、言い方をしてみてくれないっていう感じになります。この put it another way、 この部分が熟語っていう感じなんですけど、これを、割とこう状態を、他の方法に、やってみるっていうふうに考えれば、全部置くっていうふうに、訳をせずに、捉えやすくなるかなって思います。次、3番目ですね。3番目が、Your story is long. Can you put it briefly? です。で、put it briefly、 ここの部分が、イディオムで簡潔に言うって感じですね。で、Your story is long、 あなたの話が、長いって感じで、簡潔に言ってくれますかっていう、表現になります。これは、どうしてもこう話がこう長くなりがちな、アメリカ人とかに対して結構割と簡単に使えると思うんで、ですね、他の表現としても What's your point? とかっていう表現もあるんですけど、それと同じような感じで、使えるって感じですね。私の友達に、アメリカ人、すごいよく喋る友達がいたんですけど、彼らの話は、はっきり言って、なんていうか、結構止まらない感じですね。で、結構、なんですかね、あまりにこう話が長いので、どこをこう言いたいのかなっていう部分がちょっと分かりづらくなる部分があるので、そういった時ですね、使っていただくと、いいかなっていうふうに思います。で、次、4番目に行くと、Let's put your idea to use です。で、この、put を使った、イディオムっていう感じにまたなるんですけど、この put to use、これで、利用するっていう感じの意味になります。で、なんとかしましょう、let's を使ってあるので、あなたの、考えを、利用しましょうっていう意味になります。ほとんどいくと5番目ですね。5番目が、I'm sorry I put you to trouble です。で、put を使った表現の部分が put to trouble ですね。で、この部分が、苦労させるっていう意味になります。で、全体を通して、日本語訳をつけておくと、ごめんねって感じですね。で、その後に、私はあなたに、苦労させてしまったって感じですね。で、この I'm sorry、他の、ビデオで多分、申し上げたと思うんですけど、これは、ごめんなさいのみだけじゃなくて、日本語で言うと、誰かが例えば亡くなった時にも、I'm sorry、お悔やみ申し上げますっていう感じで、使われたりすることがあるって感じですね。で、あとは他にも、それは、アンラッキーだったね、不幸だったねとか、あとは、例えば、なんか、人が例えばなんか不幸にあって、例えばなんか軽い交通事故にあったとしたりして、そういった場合にも、I'm sorry っていう感じで使われるので、この表現は、ぜひ、ごめんなさいだけではなくて、覚えていただきたい表現の一つです。
いい6番目に行くと、Let's put your idea into practice です。で、この practice、この部分を、練習練習っていうふうに覚えてると、なかなか結構、解釈が難しくなってくるんですけど、全体を通して、意味を言っておくと、あなたの考えを、実行させましょうっていう意味になります。だからこの put なんとか into practice ですね。これで、実行させるっていうイメージになる。感じですね。それが6番目ですね。ただいろいろこうイディオムが出てくるんですけど、必ずこう前後関係が あって初めて ある程度意味を推測するできる部分もあるので、あんまりですね、こう丸覚えってやるよりも、割とこう周りの表現と関連付けて、こういった状況で使えるんだなっていう風なイメージとして捉えていただければ、なお、覚えやすくなると思います。それが6番目ですね。7番目いきます。7番目が、Can you put yourself in my shoes? です。これが結構難しいイディオムになるんですけど、put 誰々、それから in my shoes って、これで立場になってみるっていうイディオムですね。で、これで、私の立場にちょっとなってみてよっていう結構難しい表現ですね。このプッと置くっていう簡単な意味から派生して、結構こういった難しい表現がたまに使われることがあるっていう感じです。それが7番目ですね。次と8番目、8番目が I think we have to put off this plan です。で、これは結構よく耳にするイディオムなので、割と覚えやすいと思うんですけど、 put off、これで延期するっていう感じですね。で、off のイメージなんですけど、こうなんか、物があって、それから、離れていくようなこうイメージを、されると、put off で、これで延期するっていう、意味になるって感じですね。オリンピックはちょっとなんか延期になったみたいですけど、来年こそはちょっと実行されると、結構日本国自体も盛り上がっていいと思うんですけど、キャンセルにならないことをちょっと願うっていう感じの文章で、ちょっと作ってみました。それが8番目ですね。次と、9番目いきます。9番目が、Put it away until、I come back です。で、この put away、で、これで、片付けるっていう意味の、になります。away はこう、なんかこう、離したようなイメージを、捉えていただくと、割と、put it away で、片付けるっていう、ことが、少し覚えやすくなると思います。例えば、あとは、他にあるのは far away ですね。で、これで、遠くにっていう意味があるんですけど、これも、合わせて、覚えていただくと、put it away だけじゃなくて、なんですかね、割と覚えやすくなるんじゃないかなと思います。で、もしかしたら他のビデオで申し上げたと思うんですけど、この put away の部分に、it を、持ってきたんですけど、こういった風にですね、代名詞1語の場合は、put と away の間にこう持ってくる必要があるっていう感じなんで、ここも、put it away っていう感じになってます。それが、9番目ですね。結構重要な、文法事項ですね。次いくと、10番目が、It's cold outside. Put on your jacket. です。で、この put on が、身につけるって感じですね。で、その前が、It's cold outside っていう感じなんで、外は寒いっていう日本語訳ですね。で、この it 自体は天候を表す it なので、特に日本語訳はつける必要がないって感じになります。で、全体を通して言っておくと、外は寒い。で、ジャケットを、つけなさいって感じですね。ジャケットをこう身に、つけなさいっていう感じになります。それが10番目ですね。で、次10番目に行くと、put washing machine to work です。で、put to work、これで、働かせるっていう意味になります。washing machine、これが、洗濯機、ですね。で、洗濯機を、働かせるっていう感じで、洗濯機を、使いなさいって感じの意味ですね。で、イディオムとして働かせるっていう意味もあるっていう感じですね。で、最後、12番目いきます。
12枚目、2番目が Let's put aside food just in case です。で、これが put aside、この部分で、蓄えるっていう意味になります。で、just in case、ここが、万が一の時に備えてっていう感じですね。この just in case なんですけど、非常に、英会話とか、公語で、よく使われるんでね、このジャストインケースもぜひ、プッアサイドと一緒に、覚えていただくと、割とこう使える、機会も増えるんじゃないでしょうか。で、全体を通して言っておくと、万が一の時に備えて、食料を、蓄えておきましょうっていうふうになります。こういったものって、なんかこう災害が多い、日本には、どうしても、例えば外国人の方に説明をするのであれば使える表現の一個の一つかもしれないですね。で、今回のまとめに入ろうと思います。英会話でよく使う動詞を、今回は put を使って紹介してみました。put を、置くっていう、まず日本語を覚えていただいて、それから、なんかこういう状態に持っていくっていうイメージとして、捉えていただくと割と、覚えやすいと思います。で、1番目から言っておくと、最初のやつが、put down ですね。これで書き留める。それから2番目が、put it another way。これで他の言い方をする。それから3番目ですね。3番目が、put it briefly。これで簡潔に言うですね。それから4番目、put idea to use。これで利用するとか、そんな意味になります。5番目が、put to trouble ですね。put 何々 to trouble で、苦労をかけるという感じですね。で、6番目が、put into practice ですね。これで、実行に移すという意味になります。で、7番目、これが非常に難しい表現なんですけど、put 何々 in 何とか the shoes っていう感じで、立場になってみるという、これはすごい難しいイディオムですね。で、8番目、8番目は一番簡単な、put off、これで延期するですね。で、9番目、9番目も割と簡単で、put away、これで片付けるですね。それから、10番目が、put on、これで身につける。それから、11番目が、put、それから to work ですね。これで、働かせるですね。で、12番目に行くと、最後が、put、put aside ですね。これで、蓄えるっていう、意味になります。今回、紹介したものは、結構どれも、使えるものもあるんですけど、割と、難しいものもあるんで、ちょっとずつ、1個でも2個でも覚えていただいて、会話に利用していただければ私も幸いかなって感じですね。さよなら。最後まで見ていただいてありがとうございます。少しでも英語の勉強方法などに役に立ったっていうのであれば、チャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。